外務省の皆さんと河井大使というのですね企画しまして、青木美咲子さんとか木村優ちゃんとですね海外いろんなところに行ったんですね。僕はそのプロデューサーという立場でした。えっとまあ各自治体のアイドルというよりはローカルアイドルロコドルっていうものだと思うんですよ。で自治体というよりは地方経済と一緒になってるって考えた方がいいと思うんですね。で ローカルアイドルって僕すごく今注目視してるし大事だと思ってるんですよ。で、成り立ちはみんな違うので、当然バラバラですみんな。ただ、大なり小なり共通してることは、地方経済の活性化っていうことと必ず結びついてるんですよ。で、これってすごく大事なことで、やっぱりもう、もう、 お題目みたいに東京一極集中の問題点は語られてるわけですけど、でも本当に解消しなくちゃいけないと思うんですよね。日本がいろんな形で世界ともっとコミュニケーションにも経済の上でもしていくためには。そうすると、地方経済は別に東京をぶっ飛ばして海外行ったっていいわけですよ。地方の企業が。で、えー、その時にローカルアイドルって実はすごい重要な要素になってくると思うんですけど、なんだろうこう、ものだけが行くより、 例えばイベントも含めて一種顔的なですね、立場の人は日本の農産物とかですね、工業製品と一緒にその商品のキャンペーンに行くってとっても大事になってくると思うんですよね。そうするとやっぱり東京のアイドルっていうのはやっぱり日本っていう全体を考えなくちゃいけないし、東京を考えなくちゃいけない部分が多いんですけど、ローカルアイドルってもっとフットワークは軽くいろいろできると思うんですよ。 なので僕はこれから、えー、日本のさまざまな、えー、中核都市がたくさんあるわけで福岡や、えー、札幌やそういった海外に直結してるハブになる都市のアイドルというのはとっても注目してます、はい、僕は最近あの福岡のローカルアイドルのリンクっていうのとすごく、えー、いろいろ一緒になってることも多いんですけどやっぱりその福岡の向こうにはアジアっていうものがあって東京より距離が近いわけですよ だから、えー、リンクが、えー、これから、いろいろ海外発展し出ていくのに、僕もなんか一緒にやれたら面白いなぁと思ったり、えー、してますよ。今までって、東京か大阪に行かなかったら、アイドルにはなれなかったんですよ。でも、なんか東京、大阪には行くのちょっと怖いなぁとか、当然お父さん、お母さんが反対するとか、えー、いろんな事情がじゅ、まあ、アイドルって10代からやっていくものであるわけじゃないですか。そうすると、東京、大阪に行かなくても、アイドルになれるし、日本中に、 えー、自分の存在を知られるし今はそれを超えて世界にも行けるっていう可能性を導いたやっぱローカルアイドルの存在って大きいと思いますよ。